数字数字の数え方と読み方はどの言語でも基本的なことですよねさあそれでは一緒に勉強しましょう最初は例と指を使いましょう数える指が足りなくなったら一緒に大きな声で読み上げましょうね0は丸いですね親指と人差し指をこうしつけてみてください0 0ロ。2ロロ二等を思うのは1等も得ず まずは一つのことに集中しましょう。1 Uno. Uno. 足は何本ですか。二つ目はいくつですか。二。二 <Dos. Dos. S 1> つよりも三つがいいですね。二人三脚で頑張りましょう。三。T res. T res.

続ける前に1から10までの数字を繰り返しましょう。2> 1 2 3 4 5 6 7

ヴェイティオチョヴェティオチョ二十九ヴェティヌヴェンティヌヴェオッケーそれでは10の倍数に進みましょう3 0 3 0 3 0 4 0 4 0 5 0

さあ、ついに100100200200200 <200. 200. S 2> さあではこの数字を言ってみましょう247247

一気に1000に行きましょう千、1000、2000、2000、3000、3000、3000 4.000 cuatro mil cuatro mil cinco mil cinco mil diez mil diez mil 千万。それほど大変ではなかったですよね。さてそれでは数字を使って順番を表していく方法を勉強しましょう。1番目。プリメロ。 Ibamme. Segundo. Segundo. sambamme, Tercero. Tercero. Ibamme. Cuarto. Cuarto. Cobame. Quinto. Quinto. Lo que Sexto. Sexto. 7番目。セプティモ、セプティモ。8番目オ。オクターヴォ、オクターヴォ。9番目。ノヴェノ、ノヴェノ。10番目。デシモ、デシモ。 何回練習すれば数字を暗記することができるでしょうか一回一回 Una vez? Una vez? 1回それとも二回2回 2> Dos veces. Dos veces? 何回かかっても2回 Veces. Veces. ここまでをを乾杯しましょう。ワイングラスを半半分分ください。やっぱり4分の1でいいです。4分の1 Un cuarto.